埼玉県所沢市では頻発する不審者の子どもへの声かけ事案を減らそうと、市内のコンビニを子どもたちの避難所とする取り組みが始まりました。元気に下校する小学生たちの後ろからスマホを持った怪しい男が近づき、突然声をかけます。子どもたちはコンビニに逃げ込み、店員に助けを求めます。埼玉県の所沢警察署と市内にある100以上のコンビニが参加して、子どもたちが事件に巻き込まれた時などにコンビニを避難所として利用する取り組みが始まりました。不審者が来た時にこうやって、対応できる人たちがいるので、もし下校中とかで不審者に会ったとしても、そうやって、安心できるなと思いました。所沢市では去年、不審者による声かけ事案がおよそ130件起きていて、6月が1年のうちで最も発生件数が多いということです。時間帯では子どもたちの下校時間にあたる午後4時が最も多く、警察は街中で少しでも不安になることがあれば、いつでもコンビニに逃げ込んでほしいと呼びかけています。